兵庫県の加える2東と書いて加東市からやってきました加藤デイノスケです。よろしくお願いします。2年連続ここ墨田区にやってくることができました。ありがとうございます。加東市はここ墨田区と同じく中心蔵サミットに参加しています。中心蔵にゆかりのある墨田区と加東市ですが、このつながりをきっかけにこれからも墨田区のイベントにたくさん参加していきたいと思います。さて、デイノスケの紹介の前にもう少しだけ加東市の紹介をさせてください。皆さん、日本酒はお好きですか？大好き。ありがとうございます。あの、日本酒の酒米で山田錦というお米があるんですけれども、加東市はこの山田錦の生産が盛んで、日本でも有数の質の高い山田錦が取れる町なんです。皆さんがよくご存知の銘柄も加東市さんの山田錦を使っています。またこのゴールデンウィークまで空町広場で泳いでいた鯉のぼりの生産もとても盛んで、来年は加東市の鯉のぼりもこの墨田区で泳がしたいななんて考えております。そしてもう一つ、釣り針の町としても有名なんです。全国の釣り針の生産量の約9割もほとんどですねを占めているほどなんです。デイノスケは江戸時代に加東市に釣り針を伝えた小寺彦兵衛さんの思いを受け継いで誕生しました。伝之助の名前の伝えるという字には加藤氏のいいところを皆さんに伝えていくという意味も込められているんです。じゃあそろそろ伝之助くんの紹介をしたいと思います。伝之助は好奇心旺盛な15歳の男の子です。チャームポイントは何といってもこの髪型、何に見えますかね、皆さんご存知ですか？わからないですかね。実はですね、こちら加藤のか、ひらがなのか、これをつけて加藤のかということで、ひらがなのかが髪型になっています。はい、今年はですね、ゆるキャラグランプリも出場したいと考えていて、なんとこんな可愛い顔をしていますが、特技はダンスなんです。じゃあ今日も踊っちゃいましょうか。